さあ、今回のディープロックギャラクティックサバイバーはついにやってきました。ドリラーの最後の武器、試作型プラズマチャージャー。プラズマ武器は初めて出ますよね、このキャラだと。メインプラズマです。で、形的にね、ピストルっぽいから、プロジェクタイルと軽量で合いそうなスバタとね、合わせてみようかなと思いまして。まず最初出るかどうかね。試作型プラズマチャージャー、どういう感じなんだろう。なんか電気もありそうじゃない？ 今何もないけど、ちょっとつけとくわ、とりあえず。まあ、スバタは一応ステータス効果つくんでね。こっちかな。ちょっといいものを取ります。新型武器につながるように全体のパラメータ上げていこうと思いまして。わかんない、ステータス効果がわかんないけど、とりあえずホルノも上げて、迅速な展開ですね。で、お金42、もっと貯めようか。もう全部使っていいと思うんで。あ、ナイスナイスナイス。全部ガチャに使います。で、レベル上がっちゃうかな。レベル上がんないように。上がっちゃいましたね。来ました。地形に当たると跳ね返る大きなプラズマの弾、集団を狙うと。まあ、プラズマ武器は集団を狙いがちなんで。なんだっけな。もう2つの弾の間を電気が走るみたいなやつの弾バージョンだね。単独弾バージョンだ。これ進化したら面白いんじゃない？貫通じゃないですけど、こうやって、なんて言うんでしょう、まあ貫通みたいなもんか、通ってくんで、武器として面白そうですね。そこになんかプラズマって炎ありがちなんで、やけどダメージみたいな感じで炎はつくんじゃないかなと。プラズマで考えたら、そもそもですね、よし、いいよ。こいつ他プラズマ武器なんてあったかなっていうところで、爆弾使った時にプラズマ爆弾を使ってましたけど、あれは他の武器にアクセスできるから取れただけで、このキャラの武器じゃないとかね。これ何もない今のキャラだとどうなるんだろう。なんかあったっけ、プラズマ。思い出せ、プラズマ。プラズマね、もう全然思い出せない。全然浮かばないですね。連射上げてるけど、別にあれだよね。これ連射はあるあるか。マガジンこれ一発しかないけど。分かった、これ強化で広がるやつだね。読めたぞと。倒せるかな。そもそも。あ、倒せそうか。経験値あります。全然なかった。スバッター撃ちます。1レベルスバッター苦しいね。頑張って頑張って。もう強化されちゃうと思うんで、まあ、ギリギリいい感じ。どうしようかな。何もないっすよね。これと合う武器あるかなちょっと考えつつ進めてるんですけど、このキャラにはないんじゃない。このキャラね、このキャラ。爆弾とかならあるけど、シナジーを一旦見つつですね、ちょっと考えつついかないと。
軽量プラズマ精密プロジェクタイル、精密 M1000 とかかな。軽量だ、軽量合ってますね。軽量プロジェクタイルだけ合ってて、あとはてんてんてんと。ないか。まあ、単独で強い武器として運用する感じかな。で、跳ね返るんで、これ狭い道を作った方がいいよね。雑堀で。あそこでこう、トゲトゲトゲみたいになったらいいと思うんで、あえて掘り切らない方が。痛い痛い痛い。あ、もう集まった。早い。あんまり掘りすぎない。いいよいいよ。糸も簡単に壊れちゃうから、多分壊されると思うけどね。壊されてましたね、後ろね。そう、しゃあないか。さっき苦戦しましたけど、まあ、今回タレットも減りましたし、迎撃耐性できてるから、ね、組んじゃって。クリティカル、クリティカル、まあいいか。ダメージは割とありますね。スバタはシナジー役かな。軽量っていうシナジー役ですね。いよいよ。タレットじゃない、今のシンプルに。あとこれ射程とか上がんないかな。まあ消えちゃうよね。まあそれいずれ消えるのが武器ですけど、もうちょい持たんかな。まあまあ狙いましょうか。まあ12くらいさすがにいくと思いますけど。さあこれが最後の武器なんで、どうかな、どういう強化ができるか楽しみです。次のプレイに参考にしたいからね。ちょっと構成も考えつついってますが、軽量のシナジーを取る意味はまあ、ないですかね、別に。そこはなさそうと思いまして、爆弾で言ってもいいかもしれないね。まあ、このキャラ以外でも軽量が持てればいけるわけだよね。よし、ここのゾーンで。いやあ、でかい、ダメだな。ちょっとうちのゾーンが使えないわ。プラズマって敵で跳ね返ったりするけど、こういうのは壁でしか跳ね返らないから、あ、軽量いいっすね。こういうのもね、その点がちょっと使いづらいかもしれないな。敵で変わっていくみたいな展開ないもんね。
ょっと癒してから行くか。何のシナジーもないから何でもいいや。なんかないかな。こことのシナジーが全く出ないですね。これいいや。精密もこいつ持ってないと思う。精密でシナジー取ったことがそもそもないから単独ですかね。単独案件。後ついてくれても OK です。もう大丈夫です。全てが揃ったと言っても過言じゃありませんね。割ともう3層目か7レベ1回目に引いた割にはあんま上がってないというか、なんか全体的に上がってないというか。いいね。さあドリラーらしくなってきたよ。どういう強化が出るんだろうな。でもリロードは重要ですよね。マガジンがちょっと増えないとしても増えると思うんですけど、増えないかな。もしかして連射があるんですよね。連射があってマガジンがないっていうのがあんま意味が分かんないというか、まあ共に欲しいね。その点で勝てるんで勝てるんで開けましょう。掘れば経験値、掘ればお金、掘れば経験値。そんな機動力掘り方でねいけるのはなかなかないですよ。さあ掘りながら逃げれるこの能力。今8レベルでまだ8レベルか。なかなか出ないね。個別めっちゃ取ってないもんな。トータルレベルめっちゃ低いですもんね今回。いやーついてくるな。レイナずっと炙ってるもん。あいつを殺すためだけにタレットが機能してます。よしよしよし、まあこれでいったでしょう。
来ましたね。誰で使うかですけど、まあ、このままでいいかな。炎ダメージ、まあ正解なんだろうけど。リロードです、リロード。今回の場合はちなみに連射はないとしても 1.3 か、あんまりですね。リロードしてすぐ撃ってるから武器の機械損じゃなさそうだね。ずっと撃ってはいるので。壁が狭すぎてなんか無駄なとこで跳ね返ってるけど。意図的に待つ。リロードいきます。穴があんまりない。左にさっきありましたけど、まとまって置いてないかな。リロードかな。あと一つなんで先に取りに行くか。上にありましたね。お、ナイス。ビーム本数、採掘、本数かな。別に掘らなくてもいいですかね。撃て撃て撃て。クリティカルダメージかな。連射はしても意味ないっぽいもんね。ダメージいいね。ビームダメージ。あ、あいつ死んじゃう。やばいやばいやばい。ヘルシー。間に合いますかね。間に合いそうだね。足速いからなんとかなると思います。危ないかもしれないが大丈夫です。このスピード。
ステータス効果ダメージをいくと、まあまあまあ、まあ、いきますか。お金いっぱいありますから。一応取ろうかな。他のを強化するみたいな。赤い、赤いになりましたね。よかったね。シナジーです、シナジー。シナジー発生。あと1レベルです。まあ、これは上げても上げなくてもいいかな。上がればいいなくらいの感じで。倒したみたいですね。ダブっといて。来ました。さあ、こっちかな。チャージあんま止まってないし、ずっとね2チャージ分溜まってます。なので別にいらないですね。これついてって最終爆発するっていううざさね。これが一番いいんじゃないかなと。エリートボスに対しては。もうだいぶ掘ったんじゃないかな。パレットが目立ってそうですけども。まあこれはちょっと序章ですね。次の時何使おう。お、出ました。行きましょうか。10秒ごとに10使うんで時間はあります。急げ急げ。あれがなくなるまでダメージが上がるので、もっと早く出さないと。減っていきますけども、これ倒しちゃってと。終わりです。早いね。だから掘ってお金が出続けるなら、一応理論上ダメージ上がったもんなのかな。DPS チェック。はいはいはい。あ、2300。あ、でも結構高いですね。進化もしなければ14で止まってますけど、まあ炎がすごい。プラズマでもね、頑張って、まあ、2炎に対して、まあ、1炎終わってますけど、ほぼね何もしてないですが、これでもう一回行きまして、ちょっとどうなのかな。キャラ的に相手出せるけど、軽量武器アクセスいったらスカウトもいけるんで、スカウトでいいんじゃないかなとちょっと思っちゃいまして、他は、あ、プロジェクタイル、あれプロジェクタイルじゃないか。精密だったよね、確か。プラズ、軽量プラズマ精密、あとなんかあったな。あれがプロジェクタイルか。こいつである必要はないな。これは出ないね。そして他のキャラでやる場合、まあ、スカウトでいいかな。じゃあ、じゃあ行きます。スーコフね、久々スカウト。軽量キャラクターですね。これいけんじゃね。ナイス。
解消かな。あんまりズーコフは、まあ、あればいいかなくらいの感じで。1回目出ますかね。ちょ、1回目出るまでマラソンしようかな。まあ、進化させようって思ったらやっぱ1個目が一番理想的ですよね。1個目、うん、1個目というか2個目かな、武器の順番でいうと。まあ、っていうのも、まあ、強化のタイミングとかを測るにしても、例えばここあえて15レベルより前でいけば、ショップで出てくる武器は2つになるわけで、ナイトラがあればだいぶ狙えるわけですよね。そういう方法もありますから。あれ、お金か。端っこ取りたくないんだよね、この遅い状態だと。痛い。行って、あ、来ました、来ました、ん、来たね、よし。それあと強化です。で、行きまして、まあ、どういう強化が出るかだよね。多分マガジンが増える読みで、連射とかリロードは結構長めかな、武器で言うと。で、もうカイト集めないと。そういえば全然見てないけど、あれがそうかな、違うか。全部一緒だね。ダメージかな。もう回答探せ。ナイトラだ。あ、ナイトラ2つ。リスキーですけど。集めまして、まあ10番集めましたね。ナイス。上向かいましょう、あいつを倒しに行く。お、ダメージナイス。いいよいいよ、ダメージドロドロドロ。こっちね、やっぱ燃えるよね。え、周囲にあるものを引き寄せる。お、これ行こう。燃えるも気になるけど、こういうこの武器にしかなさそうなようなものが欲しいわけでして。よし、これまだ最初取ったら終わっちゃうんで、ゲームがね。あげまして、霊気、ああそうか、霊気が。で、このまま出ましょう。上がるな、上がるな、上がるなよ。よし、これで意図的に15にしないで2つの武器にすればだいぶ出ますから。これでリロードね。ちょっと待って、今んとこマガジンがないからな。リロード重要ですね。それ両方そっちか。まあそこではないのかな。おい、そちらないの、あんまりいらない方。もう、嘘、そんなにそっちがいいと。いや、もう一回やったら出るんじゃないか。あ、ナイス、これこれこれが欲しかったの。ナイスです。
これでレベルをかさ増しして、でここですぐレベル上がって出ますけども、そんなことどうでもいいと。そこまでに10まで来たのが大きいですね。で割と早く上がるはずで、プラズマカービンかな、プラズマシナジーですね。で引き寄せるんだっけ、こっちに来ないでね、だから逆側に引き寄せてほしいね。3のグレネードで敵が逃げるとかありますけど、なんかあんまりパッと見どうなのかなっていうのがあったりするから、どうだろう。まあ、効果不明なね、まあ、不明というか説明わかるけどどうなのみたいなのが結構あったりするから、これどうでしょうか。もうすげえ大爆発、ボルテックスコア、いや引き寄せないですよね。どうか燃えるでよかったんじゃね。何か集めてくれてるんですかね。まあ取るか、さすがに取るか。これ凍りやすくならないですか。ね、行かないと思って今。ナイトラがないな。右にお金ね、いけー。さああと1レベルで次のやつ、炎なんかないかな、新しいマガジン内。それこそこれ 100% 増えたとて2でしょ数字のマジック食らうんじゃないかな。実数値でこっち、実数値でマガジンが5発増えますみたいな。ここまでいいか。クリティカルですかね、ここはね。ちょっと滑ってないっす。これでいいでしょ。ダメージと燃えるダメージ量と、じゃあこれでかな。ここで燃えます。HP いきましょう、さすがに。回収範囲いきましょう、さすがに。まあでも出てます。何しよっかな、 M 戦でこれ精密シナジー、ここあるんですよね。ちょっと一応開けてみようか。上がらないな、オッケー。連射が意味ないよね。連射 0.5 ありますけど、最後マガジン来んのかな多分。それもそこ読むしかないよね。期待だね、期待。これもうほぼいったでしょうと。足りないですね。お金残すか。まあまあいったと思うんで、お金残してそれで回せばどうにかなるでしょうし。さあ強化は引き寄せと
連射は、何も狙ってないからな。ちょっと困りますね。まあ、これで頑張りましょう。もうこの武器って決めてるんで、今回は。だから今、1回ので100回書いたな。取ったと思ったけど。継続なのか。でもダメージは、ちなみにね、480と、まあ高いですね。上げたのもあるけど。まあ、軽量武器にしたダメージ高いよね。端っこ見とかないとナイトラとか取りそびれるからね、行きたいけど、群れが来た時に端っこにいると致命的なことになるんで嫌だなっていうところで。早くね、ほんとボロボロだったのかな。燃えるなんかエフェクトだけでダメージが増えるんでしょうね。プラネットでも割合低いか、一応あんの。属性が変わってるわけではないね。火炎になるみたいなとこではないから控えめな炎だと思うんですけど。来ました。よし、プラズマの弾が消えるとき小さなプラスチックの弾に分裂する。地面の炎上は悩む。ちょっと待ってね。プラズマのままであるけど、もうほぼ炎になると。プロジェクタイルに分裂する。これ属性は変わんないんですよ。まあプロジェクタイルはもともとあるか。あのガンナーも使えますね、その点でいうと。いや、まだ右の方見えてるもんな。こっちの方がいいか。引き寄せて放つ。これよこれ。めっちゃ引き寄せてならすごいんじゃない。あー、小さくなっていってるんだね。なんかはいはい、本当に弾になるのかなと思うけど、小さいプラズマの弾になって分裂して最後をちょっと与えるみたいな。はいはい、強い。最終分裂。危ないか。ダメージ頼んだよ。もうこのダメージ行くしかないから。敵はすごい死んでますね、遅れて。アプラズマダメージ行きましょう。経験値、経験値、経験 HP、 クリティカルダメージ行きます。ダメージ当たるチャンスは結構多いんじゃないかな。でマガジンは増えなかったですよね。この連射一体何なんだろうか。なんかあるのかな。レア度であるんですか。全くわからないですね。マガジンが連射言うてもね、リロードの武器なんで一発撃つの。リロード上げるべきですよね。とりあえずめちゃる。倒せねー。倒せないか。500ダメ、まあまあまあ高いですね、どちらかというと。ちょっと連射力になんかあるというか、もう上げるしかない、上げるしかない。
リロードでもういっぱい撃つしかないね。よし、9、21、32と。ズーコフの可能性あります。ステータス効果はないんでしょ。If it looks good, it shoots better. Everyone knows overclock, rock and stone. クリティカル今 52% で 379% ダメージ。これです。これしかありません。最後にオープンにする。あ、それもプラズマ、本当にプラズマ弾なんだね。すぐいけんのかと思ったけど、それも跳ね返るんだ。面白いですね。やっぱいっぱい撃てた方がいいよね、そうなると。死ぬほどリロードを早めたいね。まあ、左下見たら分かるんですけど、ずっとリロードしてるんで、武器としては。リロードのスピードがもう連射力になってるわけで、実質ね。いけいけいけ、そこそこそこ、地獄にしよう。あ、後ろが地獄になってる、まずい。撃てるように撃てるように。あ、すごいな。面白い武器だねこれね。またプラズマでも変わった感じですね。プラズマ全体的に変わってますよね、そもそも。どれもなんか似てないというか、特別さがあるよね。強化の仕方が。わ、すごいすごいすごい。ある程度壁は残した方がいいよね。カゴの中を一掃するような感じで。分裂したやつのダメージはどうなんでしょうね。僕あんまり見れてないんですけど、同じであればもうめっちゃ強くない？さっきからもう一回新しく出てくるって感じで。あ、リロードいいっすね。 50% 欲しいな。 50% あればあれだけいいですから、リロードなんて。よかったかな。あいつ掘れないのか。カオス。あ、いいね、ゴールドダメージ。400ダメージ。3倍、4倍、4倍くらいか。400%です。600くらいか。800か。あれ300、あ、379%。もう掘るのはいいかな。で、クリティカルダメージいきましょう。これで、ほぼ400ダメージ、400%。ダメージ、中量のリロードは違うんですよね。氷が良かったな。
よし。さあ、お金集めましょう。うん、途中やっぱ一回取ってないよね。取ってるかなって疑問ながらボス倒しましたけど、取ってなかったか。あんまちょっと目的思考で取っていきたい。ここのゾーン使えそうですね。お金を取って残して、爆発ちょっと潰しときたいけど、これ潰すか。だいぶすごかったですね。で、炎のとこはちょっと道にしといて、あとこれね、これ心爆発リロードいきます。0.88 だ。これがもう連射速度みたいなもんですね。あ、ここで戦う、ここ、うちのゾーン、フル土ゾーンです。ここがちょっと、あ、あれ開けちゃったのか。意図してないですね。じゃあね、来れなくて困ってますね。いや、ダメージかな。リロードもいいですけど。お、来ました。10秒ごとに100ほど使うけどダメージアップ。撃て撃て撃て、あいつを撃て、あいつを、あいつを撃って、そっから起点に。お金なくなる前にね、お金多ければダメージアップは消えますけど、ボスには難しいかもしれない。あんま一体を狙うような武器じゃないね。多くの敵を一掃する感じ。まあ、プラズマ大体そんな感じですよね、全体的に。まあ、集団王っていう書いてあるようにね、プラズマカービンとかその辺は若干違うけど、14000、ほぼ15000。まあ、頑張って通行13まで上げてね、1900しかないですから。だいぶ強くなってます。